佐伯木里子は、日本のサッカー指導者。イランテヘラン生まれ。スペイン在住。日本大学鶴岡高等学校卒業。航空会社勤務の父親の転勤に伴い、日本、台湾、スペインと住まいを転々とする。スペインに移住した1992年、スペイン語習得を兼ねて、現地のサッカークラブに入団。翌1993年には、 指導者の道に進むため、現地のサッカー指導者スクールに入る。ちなみに、その時同じスクールの一年先輩だったのが、コータニシューミである。1995年、スペインサッカー協会公認2ーベルアイ、ニーベル2を相次いで取得。レアルマドリードの下部組織など、ジュニアユース世代の指導を担当する。また、西澤明典が、RCD スパニオールに移籍した際や、 レアルマドリード、サッカースペイン代表が来日した、際の通訳、J スカイスポーツで放送されていた、リーガエスパニョーラ中継のコーディネーターを務めたことがある。2003年、日本人及び女性として、初めてニーベル3を取得。同年、リーガエスパニョーラ3部、プエルタ・ボニータの監督に就任する。リーガエスパニョーラのトップチームの監督に就任した。 日本人及び女性も彼女が初めてである。2004年、アトレティコ・マドリード女子 B チームの監督に就任。その後、女子トップチームのスカウティング、育成部門、女子 C チーム育成副部長を担当。2007年、バレンシア CF トップチームのセクレタリーに就任したが、2008年4月に解任される。2008年9月より、ビジャレアル CF の育成部スタッフとなる。 2009年8月からは、ユースエージームコーチングスタッフアシスタントとなる。スペインでは、指導現場の傍ら、スペイン遠征やサッカー留学等をコーディネートする、スポーツビジネス会社、オフィス 25KA。スペイン及び日本において、サッカークリニック、講演会、専門誌へのコラム寄稿、試合の実況解説なども務める。2018年3月、 J リーグを運営する日本プロサッカーリーグの特任理事に選任される。2020年3月日本プロサッカーリーグの常勤理事となり、スペインを離れ日本に帰国することになった。日本では JFA 心のプロジェクト夢先生の肩書きも持つ。ありがとうございます。